卓球 WTT チャイナスマッシュ2024日程2024年9月26日から10月6日場所北京中国10月1日 WTT チャイナスマッシュ2024は大会6日目を迎え男女シングルス混合ダブルス2回戦と男女ダブルス1回戦の一部が行われた男子シングルス2回戦では戸上俊介、井村屋グループ が、交渉栄、ガオチェン類チャイニーズタイペイ、と対戦。各ゲームで接戦となったが、ゲームカウント3対1で敗れた。以下、試合後の戸上のコメント、戸上俊介試合後コメント、試合を振り返って、交渉栄選手とは、今シーズン2度対戦していて、2連勝をしていた中での今日の試合だったのですが、 交渉 A 選手も最近 WTT やブンデスリーガでいい結果を残し続けていますし、世界ランキングも同じくらいの立場なので、今回はチャレンジャーの気持ちを持って挑みました。結構サービスで崩されてしまって、自分の思うようなプレーができず悔しい気持ちです。ベンチコーチの岸川誠也さんについて、これまでも何度か国際大会でベンチコーチに入ってもらって以来、のベンチコーチ、だったんですが、 同じ恩師、橋津文彦監督のもで育ってきているので、意見も噛み合ってやりやすいなという印象です。課題点は、1、2ゲーム目はレシーブのミスが非常に多くて、ラリー戦で不利な状況が続いていたので、3ゲーム目以降は自分のチキータをミドルやフォアサイドに思い切って送るようにしたら、かなりラリーでも続くようになって点も取れるようになったので、レシーブのところで少し変えたいです。 次のアジア選手権に向けてどのように調整していくか、まず団体戦から始まるのですが、去年は5位でメダルが取れなかったので、最低限メダルを取りたい。シングルスやダブルスではもちろんメダルを目指していますが、まずは中国選手のところまで勝ち上がりたいです。